こんにちは。本日は、皆様にお知らせがございまして、12月1日いよいよ、ファーストアルバム呼ぶ人リリースされる予定です。はい、大変待ってた人には大変お待たせをいたしました。8月とか夏に作るって言って全然ね、父として進まずようやくできたなっていう感じなんですけれども、一応 CD と配信で同時リリースの予定なんですが、まだ配信の方のリリース申請が、通っていないので、本当に12月1日に出せるかどうかはわからないという感じですね。 CD のものの方はね、まあちょっとジャケットを入稿したのが最近なので、まだそちらが届いてないので完成はしていないのですが、それが届き次第ね、もうすぐお出しできるよっていう状態なので、 CD の方は間違いなく12月1日にはお届けができます。で、今回は全部で9曲入ったアルバム、本当にいろんな方に手伝っていただいたりなどなどして、いいものができたんじゃないかなと思っております。今回もCD の方はブースで通販で販売させていただきますので、この動画が上がってる頃にはもう予約開始ができております。で、もちろん予約していただいた方には12月1日よりね、早めにお届けできるようにお送りしたいなと思っております。まあ、概要欄の方にブースの URL 貼っておくんですけれども、今回ね、ちょっと試みとして CD のみの通常版とちょっと数量限定版というのを出してみまして、まあ、値段が若干変わるんですけれども、数量限定版の方にはピックをね作りまして、これをぜひね、よかったらお手に取っていただきたいなと思って、これが可愛くないですか？可愛くないですか？ハートの、白と赤で作りました。これデザインはうちの同居人のおゆきちゃん、ゆきこちゃんがしてくれたんですけれども、限定版の方にはね、ちょっと300円プラスになるんですが、こちらをどちらかランダムでお付けいたします。ギター弾く人にはもちろんね、弾かない人も持ってて可愛いかなと思うので、ぜひ見てほしいなと思ったんですよね。これ超可愛いよね。まあ一応ピックの仕様が知りたいという方向けに簡単にご説明させていただくと、材質はセルロイドで一般的なやつですね。で、厚みはミディアム、これも一番スタンダードなやつ。これね、使ってみたんだけど、おにぎりピック三角のね、こういうスタンダードなやつを使っている方は意外とこれ使いやすいんじゃないかなと思ってて、一回り小さいけど角は同じなんだよね。大体使い勝手は三角と全然変わんない、ちょっと可愛い分こっちの勝ちみたいな感じ。角がねめちゃくちゃ削れるぐらいのハードなギターを弾く方にはちょっと向いてないかな、一角しかないのでねと思うんですが、ギターを弾かない方向け、うちのこれデザインしてくれた同居人もねギター弾かないんですけれども、ギター弾かない方向けにはこういうストラップにすることもできますので、それは注文時にお申し付けいただければと思います。はい。で、こちらね、どちらか片一方がランダムでつきます。通販の場合はすいませんけど、お色が選べないんですね。赤も白も欲しいなって思ってくれる方がいらっしゃいましたら、もしもいらっしゃいましたら、当然その限定版の CD 2枚以上買っていただいた方には両方の種類が届くようにはするんですけれども、CD は別に1枚でいいです。でもピックが欲しいという方にはピック2種セットというのも今日ね、同時に予約開始をしますので、通常版の CD と、ピック2種セットを、そういう方はお買い求めいただけたらいいかなと思います。すいませんね、なんかで若干作っている数がね少ないので、単価高くないかって思うかもしれないんですけれども、それはすいません、ご了承くださいっていう感じです。ピックセットをお買い求めの方もストラップに加工できますので、買う時にそちらを選んでいただければと思います。今回の仕様はそんな感じになっております。早く見せたいと思ってたんですけどもね、 CD もピックもぜひよかったらお手に取っていただけたら非常に嬉しいなと思っている今回の作品でございます。で、せっかくなんでね、今回の見どころを宣伝をさせていただけたらと思うんですけれども、いっぱいいろんな人に手伝っていただきまして、あ、そう、自分だけでやってるのがね今回4曲半分以下なんですよね。一人ずつ紹介したいなと思うんですけれども、一番手伝っていただいた3曲入っていただいた方が、中尾寛治さんですね。これ珍丼
業界の大先輩であり、いろんな音楽ジャンルで活躍されている超大御所ミュージシャンの方なんですけれども、はい、今回ね、多重録音でパーカッションとか管楽器とかを入れてくれたのが3曲入っておりまして、中尾さんファンにもぜひ聴いていただきたいなと思うものですね。はい、で6曲目のね、素敵な人っていう曲で、ピアノを入れていただきました牛根さん。こちらもですね、ピアノだけじゃなくて本当にいろんなジャンルでイラストとか歌とか作詞作曲みたいな本当に多方面の分野で活躍されている方に、今回6曲目素敵な人ピアノを入れていただきました。これもすごく豪華じゃんみたいな感じに出来上がっております。で、ねえ東京っていう曲に谷村明彦さん、牧徳太郎さんお手伝いいただきまして、スライドギター入れていただきました。谷村さんっていうのはサンセットブルーバード、柴田のねサンセットブルーバードで歌ってる動画の時にギターを弾いてくれている、私がすごい小さい時からね仲良くしてくれてるおじさんなんですけれども、で、牧徳太郎さんって方はその谷庵のお友達の方で、私ね実はまだお会いしてないんですけれども、谷庵がぜひ彼に相談してみますっていうことで今回手伝ってくれました。最後にさっきのねピックのデザインしてくれたのがおゆきちゃん、石井由紀子、私の同居人でネイリストでアーティストでございます。はい、そんな感じで本当に今回はいろんな方に手伝っていただきて、前にもちょっとお話ししましたけど、前回の CD シングル作った時は本当に一人でね寂しくてちょっとやさぐれてたんでね今回いろんな人に手伝っていただけて自信を持ってお届けしたいなと思える CD になりました。ゲストアーティストが豪華ですよっていうのが見どころ一つ。あとね、これは私が個人的にどうしてもやりたかったんですけど、今回ねアルバムなんで歌詞カードをたっぷりめにページを取れたので、私がいつも見ながら弾いてるすごい適当なコードなんですけど、各曲のところにコードをつけました。これで一緒に弾けるぞっていうね、見ない人は別に見なくてもいいんですけれども、なんか昔のフォークソングのねレコードとかね歌詞カードにコードが記載されていて、なんかそれがすごいね嬉しいなって、ファン的にはとっても嬉しいなって思ったので、それで歌詞カードにちょっとコードをつけてみました。もしねお気に入りの曲があるよっていう方はぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じですね。ファーストアルバム呼ぶ人、もう今日から今はもうすぐ予約ができるのでぜひお願いいたします。今月ねあるライブが11月26日のポプルスガレージ、ポプルスゴングショーだけなんですけれども、そちらで先行販売はさせていただきますが、ちょっと偏僻な場所こんなこと言っていいのかわからない、ちょっと偏僻な場所なので、そちらはね私の出番も15分だけだし、あんまり無理せず通販の方でも心を込めてお届けいたしますので、ぜひそちらでご検討いただけたらと思います。ついでに前作去年作った夢を食べちゃうぞ、これねこのジャケット歌詞カード、これだけね業者に頼んで印刷をしてたんですよ。でちょっとそれの余り分があったので、余ってた分だけすいませんCD は手焼きなんですけど再販します。若干こういう歌詞カードに見えるかな、これちょっと汚れちゃったり、一部本当にちょっとだけ汚れちゃったりとかしたんで、ちょっとお値下げしますので汚れとかを多めに見ていただける方のみよかったらお買い求めいただければと思います。これもね本当に少ないですけど再販します。ご紹介はこんな感じになるんですけれども、今回もね何もかも手作り、こういろんな人に手伝っていただきましたけども全部ねハンドメイドな感じで非常に温かみのある出来になってるのではないかと思います。一曲一曲のねお話とかもしたいんですけれども、ざっくり言うとほとんど今年の曲、書き下ろしは1曲、ちんどんの曲が書き下ろしです。今年になってから本当にいろんなところに弾き語りで呼んでいただけるようになって、いろんなところで歌わせていただけるようになって、その度にねなるべく新しい曲を書いて持って行っていたので、今年になってできた曲っていうのが結構いっぱいあるんですよ。なのでそれらを中心にね集めてみました。で呼ぶ人っていうのも今回、アルバムができたのは主に今年私をいろんなとこに呼んで歌ってよって言ってくれた方々のおかげですので、そういう意味で毎回新しい曲を作って持っていくっていうのは、私にできるやる気ありますよっていう表明ですとか本当に呼んでくれて感謝しているんですっていう感謝の
表現、ありがとうございますとは言うけども、なんかもうちょっと行動で示せないかなと思った結果の、じゃあ新曲書いていこうって言っても、前日まで何も思い浮かばなくて、前日になって必死になって作ったりした曲もあるんですけど、そんな中ですごいね、お気に入りの曲がいっぱいできたなと思っているので、それらを集めましたっていう感じですね。今年のまとめみたいな感じでもあるかなと思いますね。はい、ようやくリリースができるよっていうお知らせでございました。まあ、いろいろと言っちゃったんですけど、詳細は概要欄の方からで、しばらくはいろいろ宣伝をさせていただくと思うんですけれども、どうかお付き合いいただければと思います。ぜひよかったら聞いてみてください。よろしくお願いします。ではまた、またね。白の首無関心の武器沈める遠くの凍える日の竹も燃える日もさ